昨夜に続き、新見呂第7話に収録した、信弘さんのお話。後半です。悦子さん、まあ友人の誘いがあって、まあお寺のお坊さんに会いに行かないかっていうことで、まあ拒否したんですけども、そこをまあ必要に、あんた死ぬよってなことを言われて、で、まあ行くと約束した。じゃあ明日行く。約束したんだけども、翌日になると、なんかやっぱり行きたくない。 という気持ちが、こう、湧いてくるわけですね。で、これはやっぱり、行きたくないから、断ろうかな、とも、こう、思うわけです。で、電話をしたんですね。冬美、やっぱり私行かない。なんでよ。だって、行く気しないんだもの。それはね、えっちゃの気持ちじゃないの。信弘さんがそう言ってるの。あんた信弘さんに見られてんだよ。 信弘さんの言葉来ちゃダメ。本当に死んじゃうから。信弘さんの言いなりだったらダメなの。もう無理にでも連れて行くよ。無理でも連れて行くよ。今からあんたんち行くからね。車で迎え行くから待っててよ。冬美さん、車で来てくれて。で、無理やり車に乗せられて、で、あるお寺に連れて行かれたんです。いいついてきて。車を降りて。いや、割と大きなお寺。山門をくぐると、くり。そこを歩く。 つい,てくるのよいい玄関。玄関に引けよガラガラガラ。ごめんください。ふみさんが言うと、同時に、ドーンという大きな音がした。えおそらく玄関に飾ってあった額縁が落ちたんですね。と、奥から小橋の、で走ってくる音が、パタ,パタ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 ッとして、若い女性。あお待ちしてました。さあ、こちらへどうぞ。こちらへどうどうぞ、どうぞ、どうぞ。二人、靴を脱いで、その、 若い女の人の後をついていくわけです。長い廊下。そこを女性が案内されながら二人とっとっとっと歩く。こちらです。こちらです。廊下の右側はこう、襖がずっと連なってるわけです。え子さんが廊下を歩くと、その襖間がカタカタ、カタカ、カタカ、音を立てて揺れるんですね。一緒に歩いてる友達、えこれ何仕掛けでもしてあるのそんな感じなんですね。 で、その先が L 字に曲がってる。曲がると今度は右側に本棚があって、本,だ本がギシーッとこう、中に詰めてある。エスコさんがあることを、をエスコさんの歩きに合わせて、本棚から本がダララバラバラ、バラバラ、バラバラ、バラバラバラって落ちていく。これ、とんでもないことが起こってる。初めて確信した。正面に砂があって、その若い女性が、お連れしました。 そう言って、スマをスッと開ける。中は割と狭い和室で、書机があって、それに両手を乗せたお坊さんがすっごい座ってる。それでは私は、その女性は、部屋から出ると、ピシャッと、スマを閉めて、タッ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 足音が遠ざかっている。お坊さんはと見ると、泣いてるんですね。涙を、ポロポロ、ポロポロと出して、 て言うわけです。あなたが、え子さんですね。行きたいでしょ死にたくはないですよね。死にたくはないですよね。はい、死にたくはありません。ですよね。死にたくないですよね。って言ってるお坊さん。書机に両手をドンと乗してるんだけども、その机は、カタカタカタ、カタカタ、カタカタカタ、と揺れてるんですね。でもね、よく見ると揺れてるんじゃないんです。その書机は、 宙に浮こうとしてるそれをこのお坊さんがグッと押さえて泣きながら死にたくはないですよねって言ってる部屋の中に風が舞ってるんです窓も何にもない部屋わーっと風が舞って書竹の上にある髪がさーっと舞うお坊さんの後ろに掛け軸があるんですその掛け軸もパタパタパタ,パタッとこう舞ってるわけですとんでもないことが起こってるお二人 お座りなさい。前に座布団が二つ置いてあって、そこに二人が座ると、このお坊さんが、あなたいつこさんですよね。はい、そうです。あなたの背後に男性がおられます。美しい顔をされた男の人ですよね。長い白髪を後ろでくぐって、私には見えます。その男性とあなたは、 200年前、恋愛関係にありました。当時のことで身分違いの恋。その時は、後ろにいらっしゃる男性が女性で、あなたが男性でした。この世で叶わぬ恋は、あの世で叶えるしかない。二人そう思って、手を紐で結んで,で、手に手を取って。断崖絶壁から、お二人は身を踊らせて、 心中なさっております。でも、その後ろの男性は、途中に木に引っかかって、腰骨を割られています。で、引っかかったまま、海に落ちていくあなたを左手で折った。もう紐は切れて、あなただけが海の中に落下していく。その姿をおうとして、左手を伸ばして、ああ、一緒に死ねなかった。 と、その時思った。しばらく、その方は、息があったんだけども、そのうち、木の枝からずるりと落ちて、下に落下したところ、下が岩場でした。そこで、顔を落ち着けて、無残な死に方をされています。一緒に死ねなかったという、怨念が、今も、後ろの男性から、ししと、伝わってきます。その方と、 あなたがこの世で再び会ったんです。あなたよりあなたの後ろにおられる男性の方の方が、その一緒になりたいという執念というか、一心というか、そういうものが強く残っています。で、後ろの方は思っておられます。このままだとあなたとの縁が切れる。縁が切れるのが怖い。この縁は切りたくない。だから、あなたを あの世に連れて行きたい。強烈に、そういう思いが、執念が残っています。このまま放っておけばあなた、あの男性に、取り殺されてしまいます。もし、あなたが助かったとしても、あなたの娘さんに行きますよ。それでもいいのですかそれは、娘の命は何よりも大切です。でしょだから、助かる方法を信じます。本当ですかどうすればいいんでしょう あなた、その男性から何か預かっておられませんか何か預かる。何かを買ってもらったとか。そうね。バッグを一つ買ってもらったのと、私、絵に描いてもらって、それを一枚もらっています。それです。それです。それは明日、持ってきてください。そして、あなたと一緒に供養しましょう。そうすることによって、あの男性との縁を 断ち切ることができるかもしれません。でも、今はそれしか方法ありません。いいですか明日、必ずそのバッグと絵を持ってくるんですよ。持ってこれますよね。わかりました。必ず約束をして帰った。ところが、翌日、やっぱり行きたくなくなるわけですね。やっぱり行きたくない。あの、お坊さんにも会いたくない。友達から電話がある。どうしたの来ないのなんで来ないの 行こうよ、行く約束じゃない。いや、私、やっぱり気が進まない。だから、それは、あんたの気持ちはないんだって。信広さんの気持ちなんだって。信広さんの気持ちにもう飲まれちゃってんだよ。あんた、そのままだたら死ぬって、お坊さんに言われたでしょもういい。悦子さんのその時の気持ちとしては、もう、外に出ても怖い。家にいても怖い。そんな状況だったんですね。 同じ怖いんだったら家の中で娘と一緒に閉じこもってた方がいくらか救われるんじゃないかと、そうとも思ったというんです。それに、昨日のお寺、玄関に入るなり額縁は落ちる。廊下を歩くと襲が揺れる。本棚から本は出てくる、飛び出す。部屋に入るとお坊さんは泣いてる。机はガタガタ動いてる。風は舞ってる。 掛け軸がひらひらと舞ってる。あんな怖いもんもう二度と見たくない。そう思ったんですよね。でも友達は言う。ダメダメ行かなきゃダメでないとあなた死ぬよ死ぬよ死ぬって言われてるじゃない他に手立てはないのよあなたは良くても娘さんに言ったらどうするの私は私なりにこのことを生きていくから。こっちでなんとか救われる方法を探すから。もう私には構わないで。ほっといて。 電話を切った。それない、冬美さんとの縁を切ったそうです。ある日のこと、仕事帰り、梅田の街を歩いてると、悦子さんですね、声をかけられた。ふっと見ると、どっかで見た男性なんですね。あの、どちら様であ僕あの、のぶさんの友人で、これ一度、アトリエで会ってますよ。ああ、あの時の。それはあの、野びさんのアトリエでモデルをした時に、 一人、訪ねてきた人がいる。えー、のぶひろさんが紹介してくれた。あ、これね、僕の友達の宮田明治っていうんだ。なんとか大学の医学学生。覚えています。宮田先生でしょう。うあ、覚えていてくれたんですね。ちょっと、のさんのことで気になることがありましたね。どうですちょっとあの、時間がありますか近くの喫茶店でも入ってお話ししませんかもし、 信広の,のことで、お困りなら、あなたを救ってあげられるかもしれない。そう言われるとら断れないんで。で、二人で近くの喫茶店に入ったんですね。宮田先生は、こういうわけです。信さんが死んだ日、あなた、アトリエに来ましたよね。はい。来ました。僕、それ見てたんですよ。いや、実は、信さんの死体解剖者の、僕なんですよ。そうだったんですか。でね、気になることっていうのは、 あなた、あの日、警察に尋問されたでしょはい、そうなんですよ。実はね、ノブさんの死因って分かってないんだよね。えでも、階段から落ちて、でも、一応そうなんだけどね。あ、私も、警察の方に聞いて、一応転落死って言ってました。私その一応に引っかかりを持ってたんですけど、事故死じゃなかったんですか。それがね、階段から落ちたには違いないんだけども、 それだけじゃあ,あんな死因様にならないんですよね。何かあったんですかうーん。信さんね、腰が不自然なほどひん曲がっててね、腰骨が砕けてたんですよ。で、顔もね、どうしてそうなったのか、胸を出しててね、顔がひどく歪んでて、額も割れてたんだよね。あ、それ私も思いました。信さんの顔、看護枠の中で見ました。 なんだか苦痛に歪んだ顔というか、でしょで、その時、ノウさんは左手をこう伸ばした状態だったんですよ。その先には電話があったので、おそらく電話に向かって手を伸ばしたんだろうとは思うんですけども、階段から落ちただけではあんなことにはならないんですよね。私も長年死体解剖をしてきていますが、これね、自信を持っています。あれは階段から落ちただけじゃない。 外的な何かが原因を作った。そういうことになります。そうすると、ノブさんと最後に会ったのはあなたということになりますよね。だから、あなたに疑いがかかった。こういうことなんですよ。なるほど。そういうことだったんですね。まあ、僕に言わせれば、ノブさんの死はあら、変死だね。先生。私、先生の話を聞いて気になることがありましたね。何実は先生。 信ぶさんが亡くなってから会社に定時に電話がかかってくることだとか、煙のようなものが映った不思議な写真であるだとか、信ぶさんの左手が出てきた話だとか、そういう話をしたわけです。したら、宮田先生は、ふん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 、とこう、うなずきながら、聞きはしてくれるんだけども、うーん、でもね、いや、どう私もね、長いこと解剖してるけど、私は、 まあ、そういうものを、ものとしか見てないんでね。まあ、その、信弘の手だとか、心霊写真がどうとかって言われてもあ、あまあ、僕には困るんですけどね。こう、冷ややかな対応してくるわけですね。この前、あるお坊さんにこんなことを言われたんです。私と信弘は、200年前に身分違いの恋をして、手に手を取って断崖絶壁から、 一緒に落ちて侵入したんだそうです。でも、信宏は途中の木の枝に引っかかって、そこで腰を打ち付けて、体が歪んで、で、落ちていく私を左手で折って、しばらく木の枝にぶら下がってたんだけど、やがて落ちた。落ちたところが岩場で顔を岩ず打ち付けて、無残な姿になって亡くなってる。そう聞いたんですよ。先生、これって信宏の人 同じじゃないですか。そういった途端、見渡せるんですね。それ以下、立ち切らんとは感じろ、それは道具を出したんです。あなた、野ムさんから何か預かってないか買ってもらったとかはい。バックと、絵が、バックと絵それ、家に今あるのあるのいや、それを取りに行こう、取りに行こう。あの、今から車を出すから。それでね、確か今日、四天王寺さんで、法要をやってるから、そこに行こう。そこに行って、供養してもらおう。今すぐ、車を出すから。 宮田先生、車を渡してくれて。で、まず、車で、え子さんのマンションまで行って、まあそこで、バッグと絵を持ち出して、で、車に再び乗り込むと、そのまま、四天王寺さんに向かったんですね。だこから四天王寺に着くと、まあお坊さんができて、えらい、すんまへんとす法要は昨日終わったんですわ。え、終わったの今日までだと思ってたのに。あ、知り合いがいる。知り合いが目桶けさんにいる。 さんあの今明圭さんに電話した予約取れたよまた車に乗り込んで明圭さんへ行く乗せの明圭さんっていうのがありましてここは日蓮市の令場なんですけどねところが元気に着くとすいませんあの日付間違ってましたちょっと今日はあのできないんでまたということにしてもらえませんでしょうかと言われたそこからもういろいろな神社お寺に電話をして予約をしようと思うんですけども予約は取れないんですね だったらもういきなり行って対処してもらおうか。いきなり行く。でも断られるんです。どこの受け取ってくれない。法要もしてくれない。供養もしてくれない。そんな状態がずっと続く。で、その間、このお医者さんはエスクさんに対して、まあ非常に真摯に相談を受けて、いろいろ手助けをするということになっていったわけですね。まあそうなると、まあ男と女ですから、自然、 ホテルに行くっていう流れになったんですね。で、二人、ベッドに入って、さあ、これから、という時に、この宮田先生、急に、いたた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 大声を上げて、ベッドから床に落ちたわけです。先生、どうされたんですかいたたたたたたたその瞬間、まで真っ白だったベッドのシーツが、真っ赤に染まっていくわけです。で、 これが落ちて、いたたたたって言ったら宮田先生、自分の足の裏を見て、えっと思った。親指の付け根からかかとまりがざっくり割れて、そこから血がドクドクと出てる。あ、のブさんが怒ってるのブさんが怒ってるのブさんすまんのブさんすまんのブさんすまんえ、ノブろ着てるのとりあえず、えつこさんが緊急処置をして、そのまま二人、ホテルを出たんです。それ以来、えつこさんは、男性に近づくのが怖くなったって言うんですね。その後も、 こまごまとしたことは起こったそうなんですが、それから約半年ほど過ぎた頃のこと。ある日、まあ仕事の残りがあったので、自宅に持ち帰って、で、子供を寝かしつけると、自分の部屋で、まあ仕事をしてたんですね。深夜に電話が鳴った。あれこんな時間に誰かしら電話を取る。もしもし、カチャッッツーッツーッ。 つ、つ,ーつー、あらへんね。思ってると、ピンポン、ピンポン、ピンポン、玄関のチャイムが鳴ってる。え、こんな時間に誰かしら玄関に行ってドアスコープを覗くんだけども、誰もいない。え、おかしいな。ガチャッ、ドア開けて、外を見る。誰もいない、マンションの共同廊下。電話がないが。 慌てて電話のところに行って、はい、もしもし、カタツツッツつ、ピンポン、ピンポン、玄関のチャイムが鳴る。もう一度玄関のところでドアスコープを覗く、誰もいない、開けて見る、誰もいないマンションの共同廊下。電話が鳴る。これが、繰り返されるわけです。出ないわけにいかないんですよね。子供が寝てるんです。で、あっと気づいた。日付が変わってる。今日は、 3月6日、信弘の命日だ。で、これは信弘だ。思った時に、信弘、いい加減にしてと叫んだ。そしたら電話も、チャイムがピタッと止んだんですね。それで、つこさん、仕事を辞めて、子供と一緒に、まあ、寝床に入って寝たんです。すると、子供が泣き出して目が覚めた。ビエーッと、火のついたような泣き声で、 どうしたの電気をつけて、時計を見る。3時10分。この時間、たまに胸騒ぎがして起きることがある。その時間なんですね。で、宮田先生は、信弘の死亡推定時刻は、2時半から3時までの間だとおっしゃっていたけども、どうも違う。その時間は、まだ信弘は、息があって、3時10分。 早朝の3時10分に、信弘は亡くなってる。悦子さんは、そう思っていたんですね。とにかく、今、子供が泣いてる。ビー、ビー、熱を測ると39度に近い。さすがに悦子さん、腹が立ったんですね。それで、天井に向かって叫んだと言います。信弘お前、そんなにこんなことが面白いか私と子供が、こんなに怯えて苦しんでるのを見て、 面白いかお前はそんなことが面白いのかそれはお前の勝手じゃないか私は娘と一緒にこれから生きていくんだ。お前なんかに騙されてたまるかの弘、ひろ、お前はそんな男だったのかもうお前なんか嫌いだ、大嫌いだ。たとえ私が死んだとしてもお前と一緒にならないからな。最低だ、お前は。なじってなじってなじった。すると、ピタッと子供の泣き声が止んで、 熱を測ると、平熱に戻った。そして次の日、会社に行くと、電話が鳴らなかった。で、この日から、信弘のおかげに怯えることはなくなったというんです。ただし、子供はそれから3月の6日の3時10分になると、熱を出して泣くということは、3、4年はついたそうなんですけども。で、え子さん、これだけのことを私に語ってくれた後、 こう言いました。それでね、ちょっと私心配なことがあるんですよ。何ですかあの、信弘の部屋にあったあの絵。額縁を、の裏をガタッと外すと、私の写真がいっぱい貼ってあったあの絵。これは僕とえっちゃん、二人だけの秘密だよ。そういった絵。おそらくあの絵には、信弘の怨念というか執念がこもってるはずだ。そのことを、 あの家族は知らない。だから、あの絵を誰かに売るなり、譲るなりした途端に、信弘の魂が呼び返って、また私にまとわりつくかもしれない。その怖さがあるんです。家族のことはそれを知らないから知らせようと思って。で、私、何度もお母さんと息子さんに電話したんですけども、なぞるとそのまま切られちゃうんです。だからお話ししてくれない。だから今、 あの絵は一体今誰によってどこに置かれているのかそれだけが心配で正直怖いんですこれが悦子さんから聞かされた信弘という男の例の話です以上が新民袋に収録した縁に関する重要な話まあ信弘さんのお話でしたもし皆さんが怪異現象に 見舞われたとして、その会がもしあなたの大切な人へ危害を及ぼすとしたら、あなたは毅然と立ち向かいますか？ぜひ皆さんの考えをコメント欄に書き込んでいただきたいなと思います。で、えー、この話はですね。あの怪談、親身袋信弘さんというタイトルで2006年に映画化されてるんですね。実際にこれはまあホラー映画として。 着色はされてるんですけども、まあ、かなり怖い内容になっているんですね。で、この映画、ちょっとね、え東島監督と、まあ、いろいろとお話をさせてもらったこともあるんですけども、何かね、コントロール不能になったようなところもあったりして、かなり不思議な映画にこれ、なってるんですよね。で、この映画が、実は、明日取り上げる、 エツコさんのご筆んにかかってくるんです。これ以上は言わないことにいたしましょう。えー、明日ご筆んを聞いてください。それではまた明日の授業でお目にかかりましょう。このチャンネルではオカルトを楽しく学べます。チャンネル登録お忘れなく。